ベイカーストリート駅は、ロンドンにある、ロンドン地下鉄の鉄道駅である、サークル線、ハマースミスワンドシティ線、メトロポリタン線、ベイカールー線及びジュビリー線の五路線が、発着している、トラベルカードゾーン1に属する、駅は、ベイカーストリートとメルルボーンロードの交差点付近にある、中央切符売り場ベイカーストリート駅は、このプラットホームには現在、サークル線とハマースミスワンドシティ、 1868年4月13日、同ホームに隣接して、スイスコテージ駅までの支線の一部として現在、メトロポリタン線が発着するホームが開業した。MR の駅は主に、ミドルセックス及びワットフォード方面への普通列車を提供する LNWR のユーストン駅と、後には、アイルズベリー方面及び同線をそれより向こうにまで、急行列車を提供する GCR の メリルボーン駅とも旅客輸送を競った。その後数十年にわたり、駅の4本のホームは多くの改築を受けた。現在のメトロポリタン線ホームは主に1925年からのもので、また建築家、チャールズ・クラークの設計による地下構造部分もまた同じ頃からのものである。現在のベーカールー線ホームは、1906年3月10日にベーカーストリート ウォータールー鉄道の初期開業区間の北側の終点として開業した。その後、南行きのホームとベーカーストリート駅からフィンチリーロード駅までの地下トンネルを建設した後に、1939年11月20日より、ウェンブリーパーク駅からスタンモア駅間のメトロポリタン線スタンモア支線及び、フィンチリーロード駅とウェンブリーパーク駅間の途中駅を引き継いで、 ベーカールー線スタンモア支線とした。1979年5月1日、新たに北方面のホームを加え、ベーカーストーリー駅、ウェンブリーパーク、スタンモア駅間のベーカールー線スタンモア支線を引き継ぎ、これに、チャリングクロス駅、ベーカーストリート駅を新規に建設して、ジュビリー線が開業した。百七十三年八月十三日、爆弾が切符売り場内の買い物袋の中から、 見つかった。爆弾は爆発物処理隊によって除去された。同月の30日には駅員の一人が古線橋の上に別の爆弾があるのを発見した。これもまた負傷者を出さずに処理されたメトロポリタン線ホームベーカーストリートの架空のシャーロックホームズの探偵事務所を記念したユニークなタイルワークベーカールーセンホームの壁にもタイルワークが ベーカーストリート駅は合計で10番線まであり、ロンドン地下鉄路線網では最も多いホームを持つ駅となっている。MR のオリジナルの駅では地下にあるサークル線、ハマースミスシティ線のホームは最もよく残っている。ホームに沿ってある額ではこの駅の古い設計図と写真を飾っている。駅の構造はかなり複雑である。地下にある駅舎は掘り割り構造であるメトロポリタン線の駅に つながっている。一部のメトロポリタン線の列車はこの駅を終点とするが、ホームのすぐ南側にはメトロポリタン線とサークル線の線路を接続する短絡線があり、多くのメトロポリタン線の列車はシティオブロンドンのアルドゲート駅まで運行される。その下にはベーカール線とジュビリー線の地下部階層の駅がある。これらは対面の理解に配置されている。メル,ルボーンロード出口の外には、 シャーロック・ホームズの大きな像がベーカー街にあった架空の探偵事務所を記念している。この像は2005年にアメリカのテレビ番組シリーズアメージングレースにおいてランドマークとして大きく特集された。1980年代にベーカーストリート駅の最も古い部分は各部が1863年当時の外観と同じになるよう復元された。リミテッドサービス南方面編集。 北方面、編集ロンドン交通局ロンドン地下鉄、ベーカールー線、メリルボーン駅、ベーカーストリート駅、リージェンツパーク駅サークル線エッジウェア、ロード駅、ベーカーストリート駅グレート、ポートランドストリート駅、ハマースミスシティ線エッジウェア、ロード駅、ベーカーストリート駅グレート、ポートランドストリート駅メトロポリタン線、フィンチリーロード駅、ベーカーストリート駅グレート、 ポートランドストリート駅、フィンチリーロード駅、ベーカーストリート駅、ジュビリーセンセントジョンズウッド駅、ベーカーストリート駅、ボンドストリート駅、ありがとうございます。